ックは、また暗黒魔術使ってる。最近暗黒魔術用しすぎじゃない？私にはこれしかないんですー。どういうことよ。というわけでマリサだぜ。マリサじゃないです。マリサでもレイムでもないです。今回は多分タイトル通りにカスタムランでの勝率を上げる方法を伝授していきたいと思うよ。カスタムランは期間がすこぶる長いからね。必勝法なんかがあったらずっと役に立つんだぜ。うん、必勝法なんてないよ。あくまで勝つ確率を上げるテクニック。甘えちゃいけないわよ。すまんじゅう美味しくなさそうね。早速話それないぜ。じゃあそのテクニックスとやらをさっさと教えなさいよ。テクニックじゃなくてテクニックスっていう人はきっとなんだかあれなんだぜ。知らないよ。じゃあ早速解説していくよ。実は暗黒魔女を使ってるのもそのテクニックの一つなんだ。暗黒魔女を使うと勝ちやすいのかだぜ。うん、正確には私の場合は暗黒魔女が適切ってことだよ。業務限定。具体的に説明すると、周りが育ててなさそうなカンストクッキーだね。ほほう、確かに暗黒魔女なんて誰も育ててないんだぜ。そうやって自分が勝ちやすいルームを作るんだ。ホストじゃないとダメなのね。まあ誰でもやってることだね。いや案外気がつかなかったんだぜ。これを駆使してカスタムランの報酬全部獲得してみせるわ。よかったね。ヨーヨーは焦っていた。思ったよりも当たり前なことを言ってしまったことを、そしてそれを指摘されず温かく受け取られたことを。悩む、ヨーヨー悩む、長い長い時間迷い続ける。そしてようやく決断、苦渋の末の答えとは。そういえばすまんじゅうって実在するらしいよ。圧倒的話の転換。さあ、なかったことにできるのか。それはもういいんだぜ。掘り返すってことはすまんじゅう好きなの。なんだか様子がおかしいんだぜ。補欠。全く失敗。残ったのは不信感。小さな罪悪感が次第に焦燥に飲み込まれていく。素直に火を射止めていれば、どうでもいい悩みだったわずが気がつけば心臓は爆速に。得体の知れない不安を連れてくる。いや、聞いたことがあったからさ。うつ主は焦っていた。すごくどうでもいいネタをかなりしつこく引きずってしまったことを。オチの見えない地獄。自分が話し始めると場が静まるあの感じ。暗黒魔女。急に何？唐突なマリサの謎の発言。焦りの中対応が遅れる。追い打ちをかけるかのような滑りゲー。うつ主の目の前は真っ暗になっていた。誰か助けてくれ。そう言葉を漏らした時のことだった。この時間はつまらないですね。少し時をいじってみましょう。タイムキーパークッキー、ちょっとこのタイムマシンを見てくれないか。はい、今行きますよ。マリサでもレイムでもないです。今回は多分タイトル通りにカスタムランでの勝率を上げる方法を伝授していきたいと思うよ。あら、私もそういうの少しは知ってるわよ。自分で部屋を建てるといいのよね。お、知ってたんだ。私もそれは知ってるんだぜ。じゃあ別の教えてあげるよ。あら、他にもあるのね。もちろん、私もなんだかこっちを説明した方がいい気がするんだ。おう、教えてくれ。というより自分で部屋を建てる部分は一緒で、さらに難しくカスタムした形だね。おう。ざっくり例えると、一層に暗黒魔女を置いてバトンにタイムキーパーを置くみたいな。それだと初っ端から落下してバトンした方がスコア稼げそうね。そういう初見じゃ分かりにくい組み合わせで部屋を建てるといいよ。自信のあるステージでスペースドーナツベスコン設定したり、分かりやすいのは落下するとスコア獲得するペットとか。おう、うつ主は思った。また言ってることがしょうもないと。でも同時にこう思った。別にどうでもいいや。そういえば今回はペットが青龍なんだな。たくさん回復してくれてるわね。実は暗黒魔女の能力発動とかぶって体力バーの青い部分がめちゃくちゃ多くなったりしてたよ。話に夢中で気がつかなかったわ。そういうロマンティック言い合わせは好きなんだぜ。ロマン変形の話する。前にしたのも半年くらい前でバレなそうだしいいわね。その前回の時も言ったけど、私はロマン変形といえばクルミの宝物クルクル変形が好きだぜ。クルクルって体力減らない時にも宝物のクールタイムがクルクル減ってることと欠けてたりする。てれてれ。その発展系として、1層目に同じく体力の減らないメロンパンを持ってきて、バトンにクルミを置く、長距離型クルクル編成があるわね。それも好きなんだぜ。メロンパンは能力で一気にスコアが増える感じも好きなんだぜ。ペットの回復も多くていいわよね。私たちが推すロマン編成はそれ一択だよね。他にはどんなのがあるんだろうな。見てくれてる人たちはどんな編成が好きなのかしら。よかったら教えてほしいんだぜ。今回のめちゃくちゃ回復編成とかも人気ありそうだよね。暗黒魔女とどのペットを組み合わせれば一番回復するんだろうな。そんなロマンを追求してる人なんているのかしら。カスタムランシーズンだし結構いそうだよね。いろいろ想像してみると裏ワクワクしてきたぞ。じゃあ今回はそういうコメントを楽しみにして、本編は終わろうか。本編ってことは、この後の結果発表の後のスキンガチャの後におまけがあるんだぜ。思ったよりもまだまだ先ね。おまけって聞くとワクワクするよね。その期待を裏切れる内容になってるんだぜ。悪い意味で裏切っていくそういう人間を目指してます。期待をしてはいけない、今しめ。てか4人で走ってたのかよ。こんな編成明らかわなすぎて誰も来てくれなかったよ。まあ確かに私なら避けるわね。怪しすぎる部屋なんだぜ。でもまあその甲斐あって。1位になれたしオッケー。
4人だから報酬が少ないわね。ケチなのね。の中身はなんだろうな。お久しぶりジョセフィーヌ。これは一体何なんだぜ。ふっふっふ、今回のおまけではこの歩数計アプリを紹介していこうと思うよ。歩数計って、もうクッキーランと関係ないんだぜ。それ本気で言ってる？クッキーランと歩く歩数計は関係している。なんだって。いやしてないだろ。この歩数計では歩いた距離とか歩数がわかるよ。消費カロリーも教えてくれるよ。ダイエットにいいわね。思ったより消費されてないけどね。結構歩いてるんだな。3日歩いて飽きてるけどね。やるじゃない。全然だけどね。なんだこいつ、自分で紹介しておきやがって。というわけでみんなも歩いてみよう。ちなみにこのアプリの名前は知りません。デハ、ご視聴ありがとうございました。のし。手しだったの。あー寒い。以上、後悔だらけの動画でした。